言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。メインストリームアリーナツアーが本日11月1日から始まるわけですけども、私もありがたいことに12月とそれから年明けてから2回当たりまして、なんとか行くことができます。席としては A 席とかでね、ちょっと遠めのところかもしれませんが、その場にいるっていうのがありがたいなと思っております。で、まあツアー始まりまして、本日行かれる方もいると思います。でね、まあその上でいろいろ去年のね、去年はホールツアーでしたけど、その時からの情報とか、私たちも学んだこととかね、彼らも BMSG もそうだしね、会社のスタッフさんもそうだし、彼ら本人ももちろんそうだし、いろいろ経験を積んで、去年のホールツアーで思い切り化けたっていうところ、スカイハイが予言もしてましたが、ね、本当にそうだなっていうのもありましたし、で、代々木第一体育館というね、ラジオでも語ってましたが、去年のツアーの最終のところからのスタートというところで、ストーリーに連続性があるような感じがしてすごくいいですね。はい。で、もろもろその情報とかも入ってますんで、そちらの紹介もしていきたいと思います。はい。ですね、まず X の方で出ていた情報で、11月1日と11月2日の機材席開放の追加の席があるという形で、まあ、先着順ということでした。まあこの動画撮ってるのが11月1日で、その情報自体31日に出ていたので、おそらくベスティも情報早い人たくさんいるから間に合わないかもしれないですけど、ただそういうのがあって、申し込んだ人もいると思いますし、一応今から申し込んでもいける可能性もゼロではないかなとか、ちょっと期待はしてますが、そういうのもありますねと。で、情報としてこれやっぱり重要で、今後のアリーナでもそういうのあると思うんですよね。で、去年のホールツアーでは、その機材席開放する会場と開放されない会場がありました。アリーナだからもしかしたら結構開放される可能性高いのかなって個人的には踏んでますけれども、ホールツアーの時はホールの形状とかもいろいろあるから、どうしてもこうね、開放される場所とされない場所とかあったので、で、それもやはり直前になってから出ると思うので、なので皆様としても、その機材席開放されるっていう可能性があると見込んで、今後のツアーの日程で日にちが近づいてみたら、ちょっと公式情報をチェックしてみるといいかもしれません。なんかすごくいいタイミングで情報がチェックできたら、そのままバッとそこに行って買える可能性もありますからね。はい、っていう感じです。まあその上でもう一度語りますが、去年のホールツアーでも開放される席、開放される会場、開放されない会場あったので、そこはあらかじめ分かった上で見ておくといいかもしれませんっていうのがあります。一応ね、見に行ってみてました。今ね、さすがに無理でした。全部売り切れました。そうですよね。うん、それそうだ。1日2日両方とも、はい。なので今後のツアーのところでもしね、行ける場所とかあったら行ってみるといいかもしれませんし、もしかしたらその場所によっては撮りやすい場所とかあるかもですしね。うん。まあそういうことも踏まえて、今後も私もチェックしますが、皆さんもぜひ公式情報とかもチェックしてください。で、それから他にも情報とかがあって、グッズ販売とかの話もありますね。で、まあちょっと公式の情報を見たいのでね。はい。っていう感じで、ちょっとメガネを失礼しますけども。ですね。まあグッズ販売の情報も出てて、今のところもちろん11月1日と11月2日の2つの公演ですね、今後の公演に関してはまた近づいたら出るんじゃないかなって、まあ、書いてますね。決まり次第お知らせします、その他の公演につきましてはっていう。で、このグッズ販売に関して、まず事前整理券の配布はございませんっていうことで、12時から開演までは当日の公演チケットをお持ちの方のみご購入いただけます。
開演以降はチケットをお持ちでないお客様でもご購入可能となります。終演後の販売もございますっていうことです。なのでまあ最初のうちはね、公演チケットを持っている方だけ購入だけど、その後はチケットを持ってない人でも買えるっていうことにはなっておりますね。で、できるだけ多くのお客様にご購入いただけるよう、ご購入はお一人様各商品3点まで、シークレットチャームのみ10点までとさせていただきます。すべての商品は数に限りがございます。売り切れの際はご了承くださいなどなどもろもろ書いてあります。はい。でまあね、こちらに関してもやっぱりグッズの売り上げっていうのは重要で、まあスカイハイもね、以前テレ東の番組で語っておりましたけれども、まあ今はそのライブをするのもお金がかかって、で日本だとやっぱり本来の会場の使用費とかと今の日本の景気とかもろもろで、結局どうしても助っ人代だけで赤字になっちゃうから、グッズの売り上げとか、それからペイパービューっていうね、ネットでその有料視聴する BMSG フェス23もね、有料視聴もしましたけど、はい、そういうのがやっぱ必要っていうところ、だからグッズに関しても本当に重要なんで、グッズねだけでも買うっていうのも、うん、いけるかなって思ってもいるしね、はい、っていうのも重要かなって思っております。でそれからベスティ会員限定企画実施決定というのがあって、 BE:FIRST アリーナツアー2023-24 メインストリーム会場にてベスティ会員限定企画の実施が決定いたしましたと。ベスティ会員ということなので、ファンクラブのアプリのねベスティのやつだと思いますけど、各公演ブースにてオリジナルステッカーをベスティ会員の皆様へ配布いたします。ステッカーへ BE:FIRST へ宛てたメッセージを書いてください。でメッセージを書いたらブースに設置してあるポストに投函をする。後日ステッカーをパネルに貼り付けてメンバーへプレゼント。その様子はベスティ内、ファンクラブアプリベスティ内で公開しますということですね。でこれに、受付方法も書いてあって、当日参加される当日に会場付近に出展されるベスティブースへお越しくださいと書いてあって、でそこに行った時にBMSG アプリベスティ内ライブインフォより該当公演をタップで、その時にそこにスタッフに該当公演表示した画面を見せると、でそしたらステッカーをもらえるってことで、そのステッカーを書いてポストに入れると、ポストっていうか会場内にあるポストね、普通の郵便ポスト入れちゃったらしょうがないんで、まあそんな人はいないと思うけど、はい、っていうことでございまして、まあそういう形になるんじゃないかなと思います。はい、っていうことでいろいろとインフォがありまして、BMSG アプリ BMSG のホームページの公式の情報でありますんで、そちらの方のリンクも貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい。で去年のホールツアーから今年のアリーナツアーという形、まあ場所としても代々木第一体育館で連続性がありますけども、まあ、やっぱり私たちベスティとしても去年からね、いろいろとこう学んだことっていうのもやっぱりありますよ。で、それこそ確か去年はね、ちょっと記憶が違ったら申し訳ないんですけど、北海道から始まったかな、違ったらすいません。だ最初の方はこうなんかボードとかそういったものをこうなんか取ったりとか、そういったものも序盤の方で中心になって、最初はなんかその辺とかなんかちょっと、曖昧だったような気がして、それがその会場でのそういったやり取りとかの不備だったのかとか、まあ、結局いろいろあったりしましたけど、まあ結果その今回も最初からインフォされてますけど、公式グッズ以外の持ち込みはご遠慮いただきますよっていうね、ね、でこのご遠慮いただきますようお願いしますっていうのは日本人特有のこう柔らかい表現なわけでして、柔らかい表現だからご遠慮いただきますよお願いしますっていうことは、じゃあ持ってってもいいよねって思うタイプの人ってやっぱりいらっしゃるんですよね。うん、難しいですよ本当に。それはまあ若い人だからとかってことでもなく、うん、普通にね、大人の方とかでも、大人というか、いろんな考え方する人がいらっしゃいますんでね。うん。でも、これね、よくあるんだけど、日本人特有の柔らかい言い方で、ご遠慮いただきますよ、お願いいたしますっていうのは、ダメだよっていうことなんですよね。うん。
まあそういうことです。でもその上で結局そういう公式非公式の非公式のものを持ってる人がいても、その注意とかはこっちからは断罪とか注意するっていうのは何も生み出さないのでやめましょうっていうこと、ここの部分も去年でね、特にホールツアー関連で結構学んだところもありましたね。うん、大半の人は守っているし、そこはそうなんだけど、だから、まあ、そこもね、そのベスティとして、こう、なんでしょうね、正義感とかっていうものも難しいところで、結局そこを自分たちでまた考えながらっていうところはあると思う。で、アリーナツアーだから、当然そのホールツアーよりも参加する人数っていうのは多いから、いろんなタイプの人がいますよ。うん。まあ、そこを含めてまた今年もベスティも学んでいくところも多いだろうなって気はしてますね。で、去年、結局これは未遂というのはちょっと言い方良くないね。結局その実行はされないで終わったんですけど、なんか公式に許可を得ない状態でサプライズ企画を企画していたファンの方がいらっしゃったということで、でも結局その演出とか向こうもいろいろやってる中で、その演出に関してもしかしたらちょっと影響が出るかもしれない、そういう企画だったんですよね。で、それ結局その SNS でみんなでそのいろいろまあその言葉とかを交わし合ってやらなくて済んだんですけど、場合によってはそのいわゆるその行動といいますか、その会場近くの場所でどういう感じでやるかっていうのをビラを配って、それで協力を仰ぐみたいな感じで考えていたのもあったらしいです。で、それに関しては例えば昭和とか平成初期とかだと結構ファンダムといいますか、当時はファンダムって言い方しないかな、そのアーティストのファンの中でそういうやり取りがあって、まあそういうのをやりますからご協力いただければみたいな感じもあったっすよね。ただね、これなんだ、道路交通法とかになるのかな、ちょっと何の法律かわかんないですけど、その時はなあなあで済まされていた部分もあっただろうし、法律の整備も整っていなかった可能性もありますよ。ただ今の法律だと多分それアウトで、だからその集会とかそういったものになっちゃうのかな。だから結局行動っていうのは公の道って書きますけど、私たちの私物じゃないので、その場所でそういう何かをやるとしたら本来はそこを借りなきゃいけないんですよね。例えばその私も大道芸やった時期ありますけど、それをやるときにはその場所を行政とかだから借りてイベントとしてやったりとか、そういうパターンだったり、あとは東京都の場合はヘブンアーティスト制度っていうのがあって、東京都から許可を得たアーティスト、大道芸人がストリートパフォーマーがその決められた場所でやるっていうのが基本なんですよね。そう、まあ、ゲリラでやるっていうのも大道芸の場合あるんですけど、その場合やっぱり警察が来たらやっぱりそれはダメだよってなっちゃう。うん、まあその辺はなあなあでやられてる部分まだありますけどね。うん、そうだからそこ難しいところで、去年そういうのがあって未遂で終わりましたけれども、やっぱりそういうタイプの方って出てくる可能性もあって、で特にベスティはいろんなところからいろんなタイプの方いらっしゃるですよ。そうだから、例えば今の旧ジャニーズのコンサートだったりとか K-POP 系のアーティストだったりとかすると、多分そのファンの方の属性というのが結構近しいところが多いと思うんですね。だからそういうところも分かってる人がほとんどでだと思うんですけど、まあ、これはその良いことなんだけど、ベスティの場合はそれこそ推し活初めてですっていう方とか、もう何十年ぶりぐらいに推し活しましたみたいな感じだったりとか、そういうのもあるし、あと本当に全然そういうの興味なかったけど、BE:FIRSTだけは好きみたいな、そういう方、男性でも含めていますしね。うん、そうだからそういう形なんで、でもベスティの良いところはそういうところにちゃんとまあみんなで言葉を交わし合ったりとかできるし、で無理強いでこう実行しようとする人とかもねいなかったし、去年もそれで大丈夫だったから、そうだからそういうところもあるから、そこは気をつけたいなっていうところですね。特にそのアリーナで
でやるってことになりますから、その去年それがやばいかなって思った理由が、結局そのホールでやるときに、それで例えば交通妨げになったりとかした場合に、下手したらその場所を使わせてもらえなくなる可能性っていうのをすごく怖かったんですよ。だからそれが実行されなくて本当に良かったなって胸をなで下ろした記憶があります。で、まあアリーナツアーって形で、で警備員とかも多分結構な数いるとは思うんですけど、もちろんその全部をね見れるわけじゃないとは思うから、だからなんていうのかな、アリーナツアーとかでアリーナクラスの場所でもしそういう不正行為とか、まあ言ってみれば法律に触れてしまう、道路交通法とかもろもろそういったものに触れてしまうことをやってしまったら、アリーナがもしねちょっと難色示すようになっちゃったら結構やばいですからね。うん、なんかアリーナだったりドームとかスタジアムだったりとかで、結局そのスタジアムとかドームとかもろもろいろんな場所で、まあ今度ダンクをやる京セラドームなんかもそうだと思いますけど、ちょうど来てますけどね、いろんなルールっていうのがあってね、それをやっぱり守れないとダメなんで、アーティストたちはもちろんがっつり守ると思うんですけど、あ、でもね、アーティストもね、そうだ、結局守らなかったがためにそこ出入り禁止になっちゃってるパターンとかも聞くんですよ、最近は。だからそこは本当に気をつけなきゃなって思ってますよね。うん、っていう形ですね。まあ気をつけようかなっていうか、ベスティとして気をつけようかなっていう、まあその部分と、まあいろいろそのルールとかまず守るっていうところを自分たちはまずそれをやって、で仮にルールとか守れてない人がいたとしても、こう断罪はしない、 SNS でこう断罪はしないとか、まあ注意をもしする場合とかあったら自分からじゃなくて、本当に目に余ることがあったらスタッフさんを呼ぶっていうことだと思います、基本的には。うん、でまあね、その難しいところなんですけどもね、ツアーとかね、まあライブ、まあツアーというかライブとかフェスとかね、うん、そういったものはこういろいろな要素とかをね全部ある程度こう受け入れた上で楽しむっていうのが一番クレバーかなとは思ってる。うん、でもそこの部分もね、人によってバランス感覚が違うから、これここのラインを超えたらちょっと俺は嫌だっていう、そのラインが人によって違うと思うし、あと去年コメントでいただいたもので、なんかその確かボードとかなんかその何かしらのグッズかな、それ持ってる人がいて、結構上の方に上げちゃったりするから、正直ビーファメンバーの顔が全然見えなかったみたいなものもあったんですよ。うん、それもあったし、あとその去年の先ほど言ったサプライズのやつとかの話で、これってなんでダメなんですかねみたいな感じでコメントもいただいて、多分その方の場合は昔のジャニーズさんの公演だったかしら、ジャニーズさんか女性アイドルの公演でそういうのをやってましたからっていう形 で、その時にやっぱりその会場がいろいろ規制とかも昔と違ってなーなーではなくなっていて、アリーナとかホールとかも使えなくなる可能性もあるし、法律的なところとかもあるからって形で、確かはい、ご説明させていただいた記憶もありますね。まあそういうことで、でも去年も本当にそういういろんなことをやって学んできたので、当然 BE:FIRST メンバーもそうだし、 BMSG スタッフもそうだし、本当に去年のホールツアーでいっぱい学んでるわけですね。で同時にベスティもいっぱい学んだ、今年もきっとだからね、彼らのそこで楽しいっていうところも含めてまた学びがあって、お互いみんな成長できると思うと、その成長できるだろうなっていうところも楽しみではありますね。はい、というわけでいろいろと語らせてもらいました。まあスイカの情報の機材開放席だったりとか、ベスティの限定のそういうアプリでのやり取りだったりとか、グッズに関するね話とか、そういうものおよび去年のホールツアーから踏まえた上での、まあグランパンパースの個人的な意見ではありますけど、まあこの辺はお互いに注意しようねっていうか、気をつけようねっていうところの話です。気をつけようねってことです。注意しようねではございません。気をつけましょうねということを語らせてもらいました。はい、
って今日1日そして明日2日ね行かれる方はぜひ楽しんでください。レポートもきっと上がると思いますので、まあレポートをまとめた動画も上げるかもしれませんし、上げないかもしれません。はい、そこはちょっと今後考えます。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。